皆さんこんにちは、タヒチアンダンサーギャバンです。今回はですね、バイオハザード3やっていきたいと思います。まあ夏といえばね、なんかホラーゲームっていう印象が勝手にあるんですけれども、やっていきたいと思います。これはリスタートでいいのかな。ほんと久しぶりにやるからちょっとよく覚えてないですね。ジルさんが喋ってますけど、私もちょっと喋ってきますけれども、なんかやっぱりこう夏は昔実家で本当に寝室に、あの母親の寝室にねゲームがあったんですけれども、母親の寝室はなぜかエアコンの効きがなんか僕らの部屋に比べるとなんかエアコンがちょっと機種が違うのかな、なんか効きが全然違くて、同じ温度設定でもキンキンに冷えるんですね。なんでなんかこう母親の寝室でキンキンに冷えて、でシャッターも下ろしてカーテンも閉めて暗くしてバイオ2とかバイオ1をやってたっていうのがなんか夏休みの思い出でちょっと残ってましたね。だからちょっと僕も今お盆休みなんですけれども、それもあってね、ちょっとバイオ3をそんなにね、あの今はエネルギー問題もありますので、ちょっと部屋をキンキンに冷やすってことはできないんですけども、まあ軽くこうエアコンかけながら、遊んでいきたいというところですね。なんかバイオ3はそんなに難しくなかったんじゃなかったかな、なんとなく覚えてますね。もう1とかは、2も多分大丈夫だと思うけど、1は全然覚えてないな。まあバイオなんでね、ちょっとグロテスクなシーンとかもありますけど、でもまあ今 PS4 やら PS5 やらスイッチやらっていうあの画質から考えればね、全然大丈夫でしょ。リアルすぎちゃってね、僕はもうこれぐらいの画質の方が。だけどまあ大丈夫っしょ。なんか年に1回ぐらいなんかバイオやりたくなるんですよね。で最後までやりきるか、まあなんか 1,2 時間ぐらいやって、ああお腹いっぱいになったってやめるみたいなことを繰り返してますね。そう、なんかパパッとやるんだったら3がいいかなっていう。さて、いきますよ、ラストエスケープ。さあ、ジルさんを操作していきますよ。さあ、来た。よし。なんとなく覚えてるぞ。よし、来た。ほい。あ、いる。あ、いる。あ、いる。倒れろ。よし、ここだ。今だ。行け。早く登れ。はよせ。あぶねー。よーし。いや、操作しないで進んでくれてる間はジルさん最強ですから、僕が操作すると途端に弱くなるからね。 September 28th daylightThe monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. いやいや、こんな状況になっちゃったらどうだろうな。強い心を持って生き延びるなんて僕にはできませんよ。ちょっと拳銃がもしあったら使い方よくわかんないけど、ちょっと自らみたいなのをちょっと考えちゃいますよね。I just lost my daughter out there.いやいや、この人の言い分もわかるよ。行きたくないよ。Leave me alone! って言ってね。No! I'm not going anywhere! I'd rather starve to death in here.英語の勉強した人とかいないですか。僕それこそ中学とかの時にやってたから、あのまあ言っても This way とかね。I told you. なんて言ってんの。
まあ、戻ってくればなんかこの人のその後みたいなのも確か見れたような気がするんですけど、まあとりあえず今回はサクッとクリア、あお、サクッとクリアしたいので、あんまりまあ最短は無理ですけど、まあなるべく自分の知る限りの最短ルートでサクッとねクリアしてね、ギャバンもなかなかなもんでしょっていうところをお見せするぐらいで終わらせたいな。ちなみにこれ周回プレイなんで、もうねあんまり苦労したくないので、普通に強いやつを使います。もうロケラン使っちゃう。よし、いくぞ。3のロケランはね、アイテム枠1個しか使わないからいいっすよね。よし、いくぞ。これは余裕だ。確か3はなんかマーセナリーズとかっていうモードがあって、それでポイントをたくさんゲットすると無限アイテム、あの段数無限とかをそのポイントで買うことができるみたいなシステムだった気がします。大昔すっげーやったな。でもあれですよ、なんかうまく回避したりとかってことはできないから、とにかく回数こなしてたかな。あーやばい、街の中の感じも全然覚えてないな。ここはなんとなく覚えてるけど、あれ、もつもつ、よし、こい、あれ、当たってる、あーない、噛むんじゃねえ。下に、あ、下に向かなくてもいいんだ、この野郎。クリオくん、まだいるっぽいな。いる、あ、いないか。いや、いるだろ。ほら、くらえ。ショットガンあるからな、なんかショットガンとかでもいいんだけど、ロケランだとさすがにね、一応持っていこう。まだ持ってたっけ。あ、持ってないか。いやー、久しぶりにやるとね、やっぱバイオは面白いな。どっちだっけ。お、カーブがあるぞ。噛まれちゃったからな、早速な。なんか若干タイムラグあるな。大丈夫か PS、 俺の PS2 大丈夫か。お、タイムラグがあるぞ。大丈夫か。よ、ウォッチどうも。はい、どうも。こっち側からこっち入るんでよかったっけ。向こう、あれ、しまったな。行く方向間違えたか。おっと、こんにちは。いや、こっから入んなくていいのか。じゃあ、あれ全然覚えてねー。ちょっと無視させてもらって、お食事の邪魔はしません。なんとなく覚えてんだけど、やろう。かわいそうに。よし、こちら。そうか、ブラッドに合うのはこのルートじゃなかったっけ。あ、ここでよかったのかな。謎の人物が戦ってるはず。よいしょ、当たった。あれ、この角度がな。ほい、よし、やっつけたぞ。でもって、ここでやばい。 Get away.
たるか。当たれ。よし、一撃だぜ。ブラッドもあれですよね、あの RE3 はあの他のゲーム実況者さん の、あのゲームで 見たんですけど、ちょっとブラッド年齢が引き上がってていいやつでしたね。オリジナルの方だとまあまあ普通の若者って感じ。やっぱりこうバイオ1の勝手にヘリコプターで逃げちゃったところとかから考えると、やっぱこの3のブラッドがまあなんか整合性が取れてる感じしますよね。なんか1であんな感じだったのに RE3 だとね、なんかものすごくいいやつみたいな感じになってるから、なんかそこはもちろんいいやつのブラッドも好きなんですけど、そこはねちょっとね、なんかあと資料ティップスみたいな資料もあったけど、まあ無視しましょう。で、さっき来たここに戻ってきて、あー変なとこ行った、あー変なとこ行った、下手くそ。なんかここスペシャルキーがあれば着替えできましたよね。僕なんか、おっと、さっき食われた人がディノクライシスのレジーナの衣装かなんかつけてたような気がするな。で、この後どうするんだっけ。ここ行くとさっきと同じところに来るから、今回は直進して、どっちだ、こっちか、全然覚えてない。1年どころじゃないかな、2年以上やってないかも。あ、ここだここだ、あってるあってる。おさあ、でもやばい、ここでぶっ放したらやられちゃう。ね、ドラム缶にはやばいもんが入ってるんで、よいしょー、あれよいしょー、よし、バカです。倒したかな、まだいるね。ういもういない、画面が暗いのよね。前日レッドハーブ、よし、レッドハーブ、う、重い、圧迫しちゃうので、もうこれは組み合わせて、よし、サクサク行きましょうね。せっかくロケランも使わせてもらってんだから、サクサク行かないと。あー、ここだ、もう怖い、うわ、やばい、よし、やばい、もう一匹、よし。下手するとね、ここね、噛みつかれたりするから怖いんだけど、今回たまたまあいつが走り出さないでいてくれたから助かった。なんかアイテムあったっけ。ガンパウダーか、ガンパウダーはいらないな。そしたらショットガンは預けちゃってよくて、まあまあハーブもまあいいでしょう。ライターはまだ使いましたっけ、覚えてないな。よし、あ、こっちやね、こっちか。こっちはまだ行っても多分ダメだから、警察署で、警察署であいつがいるわけですけれども、まあロケラン持ってるからね、ロケラン持ってるんで、もう強気ですよ。お、ムビだ。ブラッドですらなんかちゃんと直帰みたいなの着てるの。
2で会えますよ、このね、やられちゃったブラッドは。さあ、強いよ、強気の僕、侵入者とやってやる。あぶねえ、ギリギリ。なるら、何発のこれはさ、よっしゃ、やったか、やったぜ。なんかアイテム落としたぞ、ハンドガンパーツか、イーグルパーツ、ブラッド、カードケース、これ多分取っとくとあれなんですよね、このスターズカードがすぐ使えるから、この部分が早いんだろうな。っていうかジルはなんでスターズカード持ってないの、もうやめてるんでしたっけ、もうこの段階で。さあ来たよ、ハーブが置いてあるけど、このハーブはもういらないかな。大丈夫でしょ。さてここでスターズカードを使って0131、おいさい、あれここでなんか鍵が開くわけじゃないんだっけ。あ、普通に入れる。あれマービンさんがいないぞ。あ、いるの、あ、いるわ、いらっしゃる。構えの時間はちょっと時間かかるけど、まだいる、多いな。おーおーおー、まだいる。うわー、危ねえ、鍵下いんのかい。マービンはここか、やられてる。マービン巡査、手に何か持っている。報告書、若干こう2の感じとこうリンクしてるんですね。だからもうここに倒れてるってことは、あのレオンとはもう話した後ってことですよね。あ、じゃないのかな。ここは魔法石か、これは必要なアイテム。 この部屋いる、いる、いる、いなさそうだな。あぶねえ。あ、これでいいんだっけ。ああ、よかった。オッケーオッケー。調子いいよ。このこと言ってたんだね。よっこら、よっ。2の前日談みたいな感じなんですよね、多分3ってね。はい、こいつ。あったね。3ギャグ。よっこら。まだいる？あ、いるね。ほい。アイテムボックス入れてく、一応。ちょっと時間の無駄だけど。まあ、そろそろ20分だから、ちょうどいいかも。アイテムを整理して、なんかノート置いてあるな。パーツ、あとは持ってるか。はい、ということでね、パート1はこれぐらいにしたいと思います。バイオ3ですね。まあなんとなく今のところサクサク来れてますけれども、ちょっとアイテムちょっと見ようかな。これ何、うん、重いな、デビットね。ということで、まあこのままこうパッパとこうクリアできたらいいなと思ってます。まあ多分2時間はかかんないんじゃないかなと思うんで、まあ3、4パートぐらいでクリアできる、サクッとクリアできるんじゃないかなと思います。ゲームが苦手の僕でもね、バイオ3しかも周回プレイでロケラン使ってますから、サクッといければというふうに考えております。ダッシュアンダンサーキャバンでした。ありがとうございました。アルルー。